親父。父さん、仇は取りました。ジークバルト様、あなたの願いは叶いました。なんだか夢みたいです。私たち本当に勝ったんですね。さあみんな、凱旋だよ。倒した私たちは大陸中に残ったスクリーパーを退治しました。クイーンがいなくなったせいか、他のスクリーパーは思ったより簡単に片付きました。大陸を覆っていた封印がなくなったおかげで、衰退していた大地の力も戻ってきて、これからは大地の実りも期待できそうです。つまり人間たちが豊かな土地を求めて戦争する必要がなくなったってこと。平和維持軍は本当に平和を作ったんだね。でもそんなにすぐに仲直りできないのが人間の難しいところなわけで、クライアスは今まで以上に各国を飛び回って忙しそうです。こんな忙しさなら全然苦にならないぜ。せっかく戦争が終わるんだ、ここで手は抜けないだろう。なんだか貫禄が出てきたみたい。戦争がなくなってよかったはずなのに、また別の問題が出てきたみたい。メルビナはそのせいで忙しそうだ。今まで傭兵をしていた連中が失業して、盗賊行為を働く奴らが増えた。そんな奴らのせいで人々の生活を脅かすわけにはいかないからな。盗賊を捕まえて農作業に従事させるんだって頑張ってるみたいです。ファニルはペルナギ博士と一緒に研究室にこもりっきり。もう以前の生活に逆戻りじゃない。皆さんが一日でも早く豊かな生活を送れるようにするためです。まあ他の研究者に指示する機会が増えたみたいだから、ちゃんとコミュニケーションは取れてるみたいだね。西のシリルティアのことはシェリスさんがうまくまとめてくれてるみたい。クライアスが頑張っているのに私が遊んでいるわけにもいくまい。せめて自国のことぐらいは面倒を見るさ。シェリスさんのおかげでクライアスもちょっとは楽ができるね。東のグランゲールだけど、ルーファスさんたちが意外に発言力があって国王様に直接掛け合ってくれているんだ。いつまでも維持軍に恨みを持っていても仕方ありません。及ばずながら私も協力させていただきますよ。心強い味方だね。ランディさんはクイーンを倒した後自分のお家に帰ったよ。だけどすぐにシェリスさんに呼び出されたみたい。シェリス殿が国内の祭りごとに忙しいようなので外交の手伝いを頼まれたよ。歴史学者として多少なりとも他国にも顔が売れてるからな。なんてまんざらじゃないみたい。私たちだけど
クライアスの手伝いをしたり、メルビナの手伝いをしたり、休む間もなく働いて、もうクタクタ。そんなこんなでやっとお休みをもらえたんだ。おはよう。外はいい天気だよ。それにしても今日は早いね。何か予定でもあるの？あ、それじゃあ行きたいところがあるんだ。ちょっと付き合ってよ。場所はついてのお楽しみ。何をしに来たのです？また勝ち誇りに来たのですか？くひひ、それもいいね。なんてね、冗談よ。あんたがさ、落ち込んでるんじゃないかと思って。同情なんてやめてください。そんなんじゃないよ。なんていうのかな、あんたがそんなだと張り合いがないっていうか。あなたがそんなことでどうするのですか？勝者はもっと堂々としていればいいのです。ユリ、そんなことではクイーン・オブ・ピクシーの名に傷がつきますわ。私がその名を取り戻すまで格を落とされては困ります。とにかく今回は勝ちを譲ります。ですが来年には再び取り戻させていただきます。うん、わかったよ。でも来年も私がいただくから。私の敗因はパートナーとなる人間を、私の勇者様を見つけ出せなかったことにあります。それを見つけたらもう負けませんわ。望むところよ。ではごきげんよう。よかった。ちょっと気になってたんだよね。でもこれで。でも勝ちは譲らないからね。あんたと私のペアなら絶対負けないよね。期待してるから絶対に答えてね。大好き。道しるべ